皆さん、新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。さて皆さん、2021年令和3年がスタートしました。新しい年を迎え、皆様のご健康とご多幸を心からお祈り申し上げます。年賀状もね、いっぱい来てるんですけれども、年を取るとだんだん年賀状が地味なものが多くなってくるということで、少し寂しさを感じますけれども、1年に1回近況を報告し合うこの日本の文化っていうのもね、すごく素敵なものだなって思っております。さて今日は皆さん方にお詫びをしなければなりません。モナクロギャラリーでございますが、一昨日ぐらいから、作品のチェックなどをしていたんですけれども、皆さん何点作品が集まったと思いますか？113点、49人の方から写真をいただきました。30点あればいいかなって、残りの10点ぐらい私の作品を加えてなんとかなるかなと思っていたんですけれども、120点近い作品がございます。メールでいただいた皆さん方と、たまたまなんですけれども、私あるコンペの審査委員長をしてまして、そちらから大量に送られてくる、それも500点ぐらいのコンペの作品が送られてくる。で、モノクロのものも送られてくると。これが一つのメールの中で混在してるんですよ。それの振り分けが妙に時間かかりましたね。間違いがあってはならないということで。で、しかもそれぞれの作品をダウンロードして写真として保存し、それから皆さん方からいただいたデータやコメントなどを振り分け、一つにまとめます。一方でツイッターのハッシュタグで検索しまして、今回の作品を回収します。ツイッターの方はね、意外と簡単にできたんですけれども、あっちですよ、インスタグラム、これがすごく厄介で3時間ぐらいかかってしまいましたね。まずインスタでは作品のダウンロードができないんですよ。著作権にうるさい。まあ当然なんですけれどもね。インスタには28点ぐらいあったと思いますが、それをダウンロードする方法を調べたり、やっと先ほどインスタの作品もすべて回収することができました。まあなかなかね、思ったよりも難しい作業であるということが分かりました。で、最終的には49人、123点。もう皆様方に感謝です。ありがとうございました。本当にこんなにね、多くの作品をいただけたということはね、もう何よりもの喜びでございますし、もう感謝感謝しかございません。ありがとうございます。で、そのお預かりした大切な作品をどのように動画にしていくかっていう作業になるんですけれども、せっかくこれだけの作品をいただいておりますので、ある程度皆さんのコメントを紹介したり、私がお話したりする方がいいだろう。これから作業に入るのはもうちょっと厳しいですね。無理です。もう、うちの家族も今日全員揃ってますしね。大変申し訳ありませんが、明日朝から編集作業に入って、おそらく明日の夕方から夜にアップロードできるのではないかなと思ってます。楽しみにされていた皆さん、大変申し訳ございません。約束を守れなかったということで、もうひたすら謝罪をするしかございません。で、話は変わりますが、ニコン F3 完全マニュアルが届きました。まあこの本かっ
こいいですね。デザインもいいし、F3 のね、良さをこう伝えた、とってもいい本だと思います。新品ですよ。全然汚れてないし。なんでこんなのが買えるんでしょうね。これ昔だったら古本屋回って必死に探すしかなかったですけど、今ネットで買えるからすごく便利ですよね。面白いのは折り込みの付録みたいなものがついてきてるんですよ。それはニコン F3 のカタログなんですね。これまで作られたカタログをすべてここに収録してあります。これってすごく貴重じゃないですかね。今はとても読むような時間はございません。忙しくてもモナクロギャラリーを終えないといけないし、もう一つのコンペの作業も入ってきてますし、他のデザイン系の仕事も入ってきてますから、まあとにかく一つ一つ仕事を潰していかないと。 F3 の方ですけどもね、ちょっとドレスアップで赤いものをつけてみました。これ XT4 とか3とか2にもつけていたんですけども、まあもう慣れてますので、これがあった方が私には使いやすいということですね。もちろんピークデザインもつけて早々使えるような準備をしています。こうやって XT3、あ、これは XT4 ですね。XT4 と F3 を並べてみると、非常に大きさが近いですね。デザインもね、もちろん似てるといえばに、メカニカルで似てるといえば似てるんですけどもね。バランス的には非常に近いですね。この2つのカメラはね。APS-C ですけどもね。これはもう鉄の塊とガラスの塊だからめちゃくちゃ重いですよ。さあちょっとつけてみましょうか。ああやっぱりずっしりきますね。結構重いっすね。重みっていうのも大事です。ニコンのストラップもね、黄色のやつかっこいいんですけどもね、やっぱりこのピークデザインを使っちゃうともう後戻りはできないですね。まあそんなところでございまして、今日は何も考えないでスタートしています。最後にまあ2021年令和3年についてのまあ個人的な目標についてだけお話をしたいと思います。まあ今考えていることでございます。ひとまず3月で退職させていただきます。やっと自分の自由な時間、もう好きなように誰からも咎められることなく、好きに使える時間、が来るわけですよ。すごく嬉しいですね。自分の自由な時間、それが4月から来ます。でもとはいうものの、週に2回または3回は仕事が引き続き入ってきます。あるいは週に1回は地域との関わりも入ってきたりしますから、焦らず YouTube を本格化するように移行していきたいなと思っています。それから2つ目はやはり DF 友の会の方ですね。こちらの方をしっかりしていきたいと思ってます。また、昨年はコロナ禍ということで、国内旅行ができませんでした。今年はですね、行きたいところに行ってたくさん写真を撮ってこれたらいいかなと思ってますね。その地域ならではの文化や自然というものに触れられるようにしていきたいと思っています。まあ、あまり無理はせずにですね、そして皆様方と交流できれば幸せかなと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。今夜も最後までご視聴いただきありがとうございました。